スーパーラックに来ました。暗い？やってないんじゃないの？もう、まだやってないってこと？3月15日をもちまして閉店いたしましたって。あちゃーあちゃーあちゃー皆さんこんにちは、おしゃべり彼女と無口な彼氏です。今日は G2 リーグ第5節シーズンエスパルス第10ビロイオとの試合でエコパースタジアムにやってきました。イエーイ。今日はただの第5節ではなく静岡ダービーということで白熱した試合となると思います。あいにくの天気なんですが楽しんでいきましょう。行きましょう。ではスタジアムへ行ってきます。スーパーラックを後にします。急ぐ、急げ。さあエコパスタジアムが見えてきましたよ。めちゃめちゃ立派なスタジアムだよねエコパって。ね、今日の席は結構雨がかかるかもしれない席なので。ね、カッパージさんです。うん、バカなのかね。本田修一、石本武、高橋修二、鈴木義信、山原レオン、白崎良平、ホナード、北川、西澤、これ同じじゃない？あ、前と同じ？前回と一緒だよね、全く。あ、そうかも。あ、で、セブンになったんだ、サブが。サブがちょっと変わったんだ。え、めちゃめちゃ楽しみ。加藤。加藤、今は富士宮焼きそば、町です。町です。雨の中で食事をする彼女。雨水美味しい？雨がかかってんだ、なんか粉が。ああ。雨の中、クッキーを食べる彼女。美味しい？雨水がついて美味しい。めっちゃ若いよ白崎。めっちゃ足なかくない？負けない。
前半が終わりました。なんとか42分 ?3 分チアゴ・サンタナのゴールで追いつきました。後半まだ45分あるのでチャンスあると思うので、今頑張って勝ちたいと思います。頑張る。静岡駅は今月2回目、サッカー観戦も終えたことだし、ちょっと静岡の街をふらついてみるか。お、こんなところに清水エスパルス。やはり静岡はサッカーの街、地域にその文化が根付いているな。腹が減った。静岡グルメ。ここに来たなら静岡の食を満喫しなければ。駅ビルアスティの中にあるシズバル、今日はここで一杯やるとするか。メニューが豊富。静岡グルメのオンパレードだ。おお、あっさりとした味付けが一口目にはちょうどいい。泡とビールが黄金比率、これはたまらない。
くー、この時間が我々のゴールデンタイム。静岡といえばやっぱり魚。脂が乗っていてブリンブリン。おお、これは美味しい。これには絶対日本酒が必要だ。静岡の地酒、エイ君。初めて飲んだが、これはいける。静岡グルメにぴったりだ。最後はやっぱりこれ。これだから静岡グルメはやめられない。お家に着きました。着きました。もう雨と寒さでちょっと疲労でカメラをスタジアムで回さずにお家に帰ってきてしまいましたが、今日の試合は2対2のドローで終わりました。終わりました。まあ0対0よりか良かったかなと思うし、うん、先制されて追いついてまた離されて追いついてってそういう姿勢というか力は良かったのかなって思いますが、どうでしょうか。そう思います、ね、でもやっぱまた引き分けかよって感じで ね、あと1点がさすごい遠いんだよね毎回、うん、ね、後半目の前で見れて、なんかあんだけ惜しいシーンをさ、うん、目の前で見てたらもう歯がゆかった ね、もう最後さあのゴール裏じゃないのにさ、いけーって言ってたよ。でも一個本当に良かったのはサントナ選手が今季やった初ゴール。そうね、2点決めてね。そう、まあそう、しかもそれも2点っていうことでなんか良かったかなって、こっからまた調子伸ばしていけたら、まあ、勝ちにつながってくるなと思いました。ここで来週は1回リーグ戦休んでルヴァンカップになるんですけど、うん、私たちはねルヴァンも浦和戦駒場に行くので、うん、現地応援の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあね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 。